大迦葉は釈迦の十大弟子の一人。仏教教団における釈迦の後継とされ、釈迦の死後、初めての結集の座長を務めた。頭が第一と言われ、衣食住にとらわれず、清貧の修行を行った。摩訶迦葉、摩訶迦葉派、迦葉、迦葉派とも呼ばれる。なお、迦葉は古代インドでは、ありふれた名であったと言われ、仏弟子中には三迦葉という三人兄弟や十、緑迦葉という名前も見受けられるが、摩訶迦葉とは別人である。生い立ち等、伝説が多く、諸説ある。彼の諸説あるうちの一つによれば、マガダ国のラージャガ派付近のマカハラタ村のバラモンである、に高立たケツ派の子で、ヒツハチラジュの下で生まれたので、幼名を、ヒツハチラマリアナと言った。8歳でバラモンに入門し修行してすべてを得たが、さらに出家して求道したいと考えていた。20歳の頃に家計が途絶えるのを恐れた両親は、彼に結婚を勧めたが、正常な生活を送りたいと一度断るも、断りきれず、彼は供養に金の美しい女人像を作らせて、これと同じならばその人と結婚しようと条件を出した。困った両親は8人のバラモンに探すように頼んだ。彼らが、マッタ国のサーガラ川岸の沐浴場で象を乗せた台車を置いて休んでいたところ、バツダラ、カビラヤの乳母が、その象を見て彼女と見間違えたことから縁談がまとまった。しかし彼女はまだ16歳で、彼女自身も出家したいと考えていたので、迦葉も彼女も使者に手紙を使わして、結婚を断るように要請したが、お互いの使者が道で出会い、後々のことを考え破り捨てた。迦葉は不老者に身をやつして、彼女の家に行き、互いに同じ出家の意思があることを確認すると、それを承知の上で結婚した。彼らは床も離れて寝たので12年間、子供もなく過ごしたが、迦葉の両親が亡くなったある日、畑仕事を見ていて途中から出てきた虫が鳥に食べられる光景を目撃し、世の無常を感じた。彼女も同じくごまを乾燥していると多くの虫がおり、このまま油を絞ると殺生すると思い、共に出家を決意した。多くの人が引き止める中、剃髪してソイに着替え鉢を持って出家したが、ある分かれ道でこのままでは市場に流されるとして、迦葉は右へ、彼女は左へと分かれたという。迦葉は出家してもバラモンの修行をしていたが、ラージャガ派とナタタ村の間にある一本のニグローダ、樹下に座していた釈迦と出会い、ついに仏弟子となり、名前を正式に、迦葉と改め竹林精舎に至った。釈迦に入門した時、すでに32章中、7章を備えていたとされ、8日目にアラカンとなったと伝えられる。ありがとうございます。